とりあえずね、基本用語、人狼用語はそれなりにマスターしてきました。はい。もうね、全然殴っていけます。攻めの人狼。一番さん聞こえてたら返事お願いします。攻めの人狼を見せていきます。ムラスラとか、はい、覚えたんで、ムラスラとかね、はい。聞こえてます。どんどんスライドしていこうかなって思ってます。すいません、嘘つきました。まだちょっと言う、そんな度胸ないです。聞こえますか？まだそのスライドする度胸ないです。まだ村人のくせに占い師名乗って撤回した後のルール説明していきます。撤回した後の動きがちょっとお願いします。わかりません。まだで初日の狩人守りもなしで、で占いは初日ありですね。であと2日目以降なんですけど、仮に占い師の対抗が出た場合は、チャットで朝に、使用する占い結果を使用するのはありです。なるほどね。ルールは以上です。オッケーオッケー。今回は、チャットで、占い師占いのね、順番前後でちょっと有利不利みたいな印象がね。まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。夜が来ました。目を閉じてください。おっと、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、間違えておっしゃったんで、なんか他の人適当に押しましょうか。押してもらっていいですか？はい、すいません。人狼は目を開けてください。はい、これ占い師人を殺してください。自分捨てたいんですけど、どうします、うん、捨てる、捨てでいいですか？自分は、はい、いいっすよ、はい、あ、自分がいいっすか、はい、すいません、じゃあ捨てます。はい、ちょっと待って、捨てるって何？捨てるって何？ちょっと待って調べる。ちょっと待って、捨てるって何？朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。なるほど、分かった。ステルス、ステルスだ。7番のプレイヤーは発言してください。発言してください。7番からでよかった、はい、よろしくお願いします。今回自分は村人陣営で占い師ではありません。実際に、急に村は2回目なんですけれども、そうですね、一番最初ということで何も聞けてないのと、縄的には、2回余裕があるので、その後の、グレーを攻めていくだのは、占い師の判断に任せ、占い師の結果次第だと思います。進行がいないのでですね、もし、ばらけるようでしたら、ハンターを出すのもありかなと思います。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。私も特に役職のない村人です。なるほどね。チャット人狼はちょっとやったことあるんですけど、喋りの人狼は本当につい先始めたばっかりなので、あまりちょっとよく分かってないところもあるんですけど、私も信仰がいないのでハンターを出すのはありかなと思います。死んだ時に本物かどうかっていうのが分かるので、語りはちょっとあんまりない役職なのかなと思うので、占いのカミングアウトや結果を待ちながら、とりあえず議論を進めていくっていう方で考えています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。9番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣営です。そうですね、占い師さん連れてきてもらって、それで占いの結果次第でいろいろと、考察をしていきたいなと思ってます。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。どうしよう、どうしよう、はい、おはようございます。ちょっと待って、人狼どうしよう、やったことない。そうですね、狼やったことない。私、村人陣営の CEO なしです。他の方と一緒になりますけど、占い師さんが出てからの判断にはなると思います。占い師さん、対抗とかで出てきて、両方とも7番から始まって、ね、7番から始まった。おります。その際とかでハンター仕様とかでいいんじゃないでしょうか。今のところは1周目なんでまだ占い師さんも出てませんね。これ教授いないじゃん。考えを述べただけです。では2番さんお願いします。2番
のプレイヤーは発言してください。俺占い師するわ。おはようございます。私も村人陣営です。今のところあまり黒目は見つからないんですけども、7番さんが意外としっかり発言してたので村目ではあるかなと思います。他の、3、4、5、6番さんの発言見てまた考察していきたいと思います。よろしくお願いいたします。3番のプレイヤーは強人がいない。発言してください。はい、おはようございます。占い師カミングアウトです。占ったのは2番さんで占い結果は白でした。占い理由としては、あ、ちょっと待って、前別の村でやった人が自分の一個手前の人を占って黒だったらそこから LINE 見ながらその人の話が聞けるっていうので、まあどうなのかなと思って2番さんを占いました。2番白だし、まあ、結果は白だったので、まあ次他の人占って黒出せたらなと思ってます。もし占い太鼓出るようだったら、まあその分黒の幅が自分目線狭まるので、どっちがいいんだろう。占いはそうですね。で、ハンターは、そうですね。もし占いの太鼓が出てきたら、ハンターさんの太鼓、ハンターさんが出てくる、どうしようのがいいと思います。で、空砲で撃つっていうのができるらしいので、ちゃんと真偽確かめられるのでいいと思います。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。あ、どうも、はじめまして。お願いします。78からハンターが出た方がいいっていうことだったんですけど、ちょっとそれがいまいち僕には分かってなくて、これって多分一番さんとかが言っていた、占いが出てからの判断になるっていうのが僕の考えで、すごくそれが正しいと思っていて、ちょっといまいち分かんなかったのと、まあ、3番さんの把握、2番白を把握したんですけど、3番さんも一応ハンターが出てほしいみたいなことだったと思うんですよね。ちょっとそれをの、真意がよくちょっと分かんないなって、まあ、言ってること全然分かんない。今までの経験、今までの経験全部突き込む。そんなにあったかなっていうのがちょっと気になりました。以上です。よろしくお願いします。5番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。3番さんが占い師仕様で、2番さんに白出し、了解です。まあ、今のところ、フラットですけど、まあ、4番さん発言した通り、そうですね、ハンターさんを使用してほしいみたいな発言は自分も村目にとってはあんまり、まあ、初日ですしね、まあ、釣られちゃうって、疑いが濃厚になった時に出てくるって分にはいいと思うんですけども、今の時点ですぐ言うってのは、わかりません。あとそうですね、その辺で見ると、あ、ちょっと占いしよう、やめとく、やめとく、そんなことを言ってたかなみたいな形ですかね。あとはそうですね、6番7 6番さんか、残りが6番さんから対抗が出たらまたそこで考え、うん、ちょっと考えますけども、それぐらいですかね。今のところグレランですかね、はい、自分の考えは、うん、以上です。6番のプレイヤーは、うん、はい、おはようございます。とりあえず、1周目最後、3番さん占いで、2番さん白出し、把握しました。ですね、4番さんと同じ意見で、やっぱハンターが出るっていうのはまだちょっと早いんじゃないかなっていうのはありますね。ちょっと僕これ狂人もいると思ったんですけど、この村は狂人がいないんですね。ちょっとそれ今把握しました、すいません。だからハンターが出て無駄打ち打っちゃって、まあ、白打ってしまったら結構ほんと PP の流れもあるのかな。 PP になってしまってパワープレイで負けちゃう可能性もあるんで、そこら辺ちょっと頭に入れて、もう一種発言、見ていきたいと思います。7番のプレイヤーは発言してください。どうください。はい、占い師が今回一人というところで、少し迷ってるんですけれども、そうですね、自分のハンター発言としては基本的にこの村だと、狼と、実際の占い師が2人出て、で2人の中から、2人の結果次第で聞くということなんですけれども、その際に進行役がいなくなるんですね。で、進行役がいなくなると最終的にその
票がばらけて狼は基本的に合わせてくると思うので、そこでハンターを出すメリットがあると思いました。ハンターを出すことによってその村人陣営の統率がで、統一ができると。あとなんですけれども、ハンターが潜伏していて仮に釣られてしまっても空砲ということでそのハンターを知らせることができるんですね。あとその方が、狼を決め打ちするというリスクはないと思いました。自分は1番を怪しんでおります。以上です。なるほどね。8番のプレイヤーは発言してください。ハンターのことに関してなんですけど、私は単純に出た方が占い先を絞れるんじゃないかなっていうのがちょっとあって、多分ハンター語りはそんなに出ないと思うんですよ。出るとしたら占い語りで出ると思うので、ってなるとハンターで無駄占いを防げるんじゃないかなっていうのがちょっと私の中にあったので、俺が出なきゃいけないってこと？それもまた出た時のメリットかなっていうふうには考えてました。ただその役職の能力を私ハンター初めてだったんでちょっといまいち理解できてないところもあったので、その6番さんが言ったようなでメリットも確かにあるなと思ったので、まあ、そこはハンターさんの本人の意思にお任せしようかなとは思ってます。あと占い対抗が出てないっていうのがちょっと予想外だったんですけど、まあ、今のところ出てないっていうことで今出てる占いを新目に見て2番さんも白なのかなっていうふうには考えてます。9番どうすんの？のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。これも今1周ぐるっと回って2周目入ってるとこなんですけど、これもう対抗出てないんで今の時点で、まあこれ2周目出たらまだ分かりませんけど、ほぼこれもう3番さん白確定で3人は死んで見てます。で、こっからもグレランになると思うんですけど、うん、1、2、4、5、6、7、8、うん、グレランになると思うんですけど、そうですね、これ今1周目回ってきてぐるっと見て、グレー、この人怪しいなっていう人はいませんでした。なんで今から2周目ぐるっと回ってくると思って、どうすんの？で、そこで、喋ってくれると、いろいろ考察ですね、言ってくれると、この人怪しいなとか、そういうの、分かってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、今まあ聞いてて気になったのは7番さんの最後に1番さんが怪しいと思いますって言ってたんですけど、理由がそれ聞けなかったんで、まあ、なんで怪しいと思ったのかなっていうのは気になりました。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。3番さんが2番最初を出して、まあ対抗が今のところいないんで新目に見ます。で、4、5、6、7、8、9番さんですね。気になったのは2人です。7番さんが私に、私のみにちょっと怪しいと言って、7番さんが怪しいと言った理由はおそらくハンターについての見解の違いだとは思います。そこで、私の他には、5番さん、ちょっとごめんなさい、覚えてないけど、4、5、6か4、6か覚えてませんけど、ハンターについては、私とほぼほぼ同じような意見を言っていたにもかかわらず、私だけがちょっと、よっても向けられてるかなと思って少しだけ怪しく見ています。あと9番さんだけに関しては3番さん2番さん除いてはハンターについても一切言ってないですよね。ハンターについての意見もない、みんなの考えを聞いて考察しようと思う、何かしら言ってるようで、もう占いで出るの遅いし、意見が薄いかなと思いました。ハンター使用するかですよね。7番さん9番さんどっちか怪しいかなと思っています。2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、サバさん白だしありがとうございます。私は、4番さん7番さんが自分の意見言ってから、8番5番6番さんが同調してるのかなっていう発言があって、4番さん7番さんに合わせた発言があるかなと思ったので、そうですね、黒目には見ようかなと思っています。グレランでいいと思います。指定しない方が、投票先とか見れていいと思います。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。はい、占い対抗が出なくて自分を結構攻めに置いてくださってるのはすごくありがたいです。で、レンガナスなのでおそらくどうしよう、なのでなるべく早く黒が見つけられるように頑張ろうと思ってって言って、で、いや、占い出るか！おそらく、この今、ハンターに対する議論が2つに分かれていて、あんまり狼が同じところに固まってるとも思えないので、
なるべく LINE は切りたいでしょうし。なので、そうですね。占い先は、賛成派、反対派のどちらかに絞って考えたいなと思ってます。今のところ自分の意見、多分、システム上そうなんだと思います。ですよね。4番何レンのプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、すいません。皆さんの意見分かりました。僕は、ハンターです。7893に、ちょっと気になる点があったのがあって、7番さんが1番さんを、まあ、時間がなくなっちゃったのはしょうがないと思うんですけど、ヘイトを向けた点。8番さんが、3番を、まあ、死んでみる状況を多分一周目に誰も出なかったんで、そこで、何ですかね、3をちょっとまだ新芽に置ききれてないっていう点。そして9番さんの確かにハンターについても言及がなかった点っていうのはちょっと気になるかなって現状思っています。なので、そのあたりから行きたいかなっていうふうに思っています。1番さんと5番さんと6番さんに関しては、まあ、言ってること全然おかしくなくて、占いの結果を見たいっていうふうな意見だったので、全然おかしくないと思いました。お願いします。5番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。3番さん自分もいなかったんで、3番さん C で、2番さんも白角、4番さんハンター CO ってことで、まあ4番さんも白、まあ6番さんがハンター CO、なければ4番さんも白だと思ってるんですけども、まあ7番さんの意見、9番さんの意見、1番さんの意見、まあそれぞれ、まあ9番さん若干弱いかなと思うんですけど、まあ自分の意見そこそこ言えてるんだと思ってるんですけども、8番さん、7番さんの意見をなんか追従してるような感じで、自分は8番あ、さん、もう、あかん、切腹するわ。ちょっとダメだ。切腹する。そうですね。他は、まあ、6番さんのハンター仕様がないと、自分は8番さんかなとは思ってます。以上です。6番のプレイヤーははい、2周目最後になります。使用します。私がハンターです。なので、僕目線から言うと、もう1黒確定で4が黒ですね。で、ちょっと気になったのが、7番さんかな。7番さんがちょっと1、3を黒塗りしようと仕掛けて、して、仕掛けて殴ってるのがちょっと目に見えたんで、このままだと、まあ一応ちょっとハンター、まあ一周見させてもらったのは、その空砲に関してちょっと人狼殺でハンターやったことがなかったんで、そのシステムちょっとわからなかったのがあるのが一つとあります。この場合だとちょっと7番さんを打ちかねませんね。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。どう？4番のプレイヤーが選ばれました。あ、撃つやん、撃つ、バレるやん、これバレるやん。ハンターは発砲。6番のプレイヤーが4番ハンターに道連れにされました。発言してください。発言してください。ハンターなんですけど、なんで自分が殺されたのかちょっとよく分かってないです。とりあえず、まあ対抗で出たハンターは人狼なんで殺してきました。以上です。夜が消えました。目を閉じてください。殺しちゃいけなかった。4番は、4番殺しちゃいけなかったんだ。これ、あ、もうやめたい。もう今後の意見聞きたくない。もうなんかバカなんじゃないですかねとか言われ、6番さんちょっと頭悪いんですかねとか言われるじゃない、これ。いや、もう聞きたくない。もうそりゃそうだよ、4番殺しちゃう、撃つじゃん、そりゃバレるじゃん。
やっちゃったよもうこれ。どうしたらよかったの。じゃあハンターカミングアウトして、なんか朝が来ました。ちょっと待って。昨夜死んだのは4番が結構ヘイト集めてたの。あ、そうか、俺を信じて。あ、けど同数になってたもんな。俺が4のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。5-4で昨日、まあ、自分も4番さんに投票したうちの1人なんですけど、6番さんの言い分は明らかにおかしかったんですけど、9が4番さんに投票して6番さんを言っていただこうっていう意思だったのかなって思います。他の皆さんも、頼む、なんとかして9番。そうですね、まあ確かに白で残した方が良かったのかなとも思うんですけど、その観点からやっぱりちょっとおかしかったのかなって、自分も入れたうちの一人なんですけど思って一応騙せてたことは騙せてたよね。7さんを占ったら白でした。すいません、黒出せなくて。そうですね、明日うまいことやってくれよ、なんとか。情報が減っていくと思うので黒出したかったんですけど申し訳ないです。5番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、3番さんが7番さんに白出しですね。了解です。そうなると8915のどれかだと思うんですけども、そうですね、4番さんがハンターさんで、6番さんありがとうございます、狼一人駆除できております。なんでそうですね、8915の中から一人だと思うんですけども、一応そうですね、使用させてもらいます。自分カリウドです。なので891の中から、で自分先ほど投票したように8番さん疑わしいと思っているので、引き続き自分は8番さん投票していきたいと思います。8を押していくよ。そうですね、まあ、昨日守ったのは3番さんで、まあ、2番さんか3番さんどっちかだと思ったんですけど、まあ一応念のために占いを守っておきました。とりあえず次3番、以上です。7番のプレイヤーは発言してください。はい。はい、おはようございます。昨日いろいろそうですね、1番の方の理由について時間が足りなくて言えなかったんですけれども、1周目をした段階で1番の方が少し他の方に比べて意見が薄いかなと思って、1番の方で行かせてもらいました。理由としましては、1番の方にヘイトを向けることによって、村人の、可能性を見せるということです。他の方とかで役職持ちの方って、一人の方に絞るとかなりその自分のその経験上不利だと思うんですね。なので自分は誰が怪しいっていうのを確実に落として、そのラインだったりを見せようと思いました。今のところ1番が2周目で、けどもうその弁明いらなくない？だって俺黒なんだ。でもないのかなと思って、意見が薄いのでは9番か8番で、9番で見てます。うわ、やばい。8番のプレイヤーは発言してください。そうですね、私も昨日4番にちょっと投票しちゃったんですけど、3番さんが6番さんの発言はちょっと露骨におかしかったみたいなことは言ってたんですけど、私はちょっとそれがよく分かんなくて、できるもうハンターが語るっていうのはあんまり、あ、後追いで語るっていうのはちょっとあんまり黒っぽくないのかなと思って、もう単純に4番に入れてしまって、まあ、4番さんハンターだったので申し訳ないなと思うんですけど、で1番9番5番が、まあ、私目線ではもうそこにラストウルフがいるっていう形にはなるんですけど、まあでも今のところ昨日ハンターについて触れてなかった9番さんが、まあ、また1番さんの意見と一緒になってしまうんですけどのはちょっと気になってます。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。これ5番さん、カリウド C を把握しました。これ1番さんがカリウド出なかったら、もうほぼ5がもう、神格ですよね。カリウド確定で見てます。で、そうなると、1か、8、うん、になるんですけど、自分的には、1番さんは今まで、考察見てても、情報を落としてくれてて、うん、8番さんが、
基本的に全部同調気味なんですよね。うん、そうやな、8を知ってた方がいいよな。うん、1から8だったら8ですかね、自分は入れたいなと思います。で、これ1番さんが、借りる使用するかどうかも、ちょっと、わかんないですけど、これしなかったらもう8ですかね、入れるとしたら自分。うん。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。え、これさ、え、はい、よろしくお願いします。おはようございます。しないでしょ、だって。借りる使用ですね。はい、把握しました。私、借りるとではありません。うん、はい。なので、2番さんが狩人っていう残念なオチでもない限りは5番さん進化でいいと思います。8釣られるでしょ。で、次3カメルでしょ。で、残るのが715でしょ。で、3番さんが言って6番さんおかしいこと言ってたっていうのは、あの6番さん、4番さん対抗で出たはいいんですけど、普通ハンター対抗で出た村目線から言ったら別に釣られてももう一人を撃てばいい話であって、6番さんが7番さんを撃つの時点でんとなりました。それは村りがないですよね。6番さんがもしハンターとして。自分が本当にハンターなんだったら。悪かったって、それは。打ちずれにしますが正解だと思います。なので4番さんの方にが打ちそうだったので、票が集まったらもうおかしくはないと思います。ああ、そうですね。ごめんな !8 番さん、9番さん、どっちか。今の最後の感じだと8番さんの方がちょっと意見がないかなと思いました。俺が悪いんか、全部。投票を始めてください。8。人狼むず、狼むず。八番のプレイヤーが選ばれました。うん、159で八。で三番が一番。八番のプレイヤーは発言してください。はい、もう本当に村人なんで、ただただ不慣れなだけで、ちょっと市民の皆様には迷惑をかけてしまったかなと思います。ラストウルフは1番、9番のどっちかに絶対いるはずなので、頑張ってください。夜が来ました。もう負けじゃん、これ。まあ、3番カメルとして、残ったのが195で、だから5番次第ってことか。けど5番9怪しんでたもんね。もう3番噛むしかないもん、これは。あ、7も残ってるやん、7も。7はけど白だし、2番白だし、やられたわ。朝が来ました。やられたわ、4番にまんまとやられたわ。昨夜死んだのは3番。5番のプレイヤーは発言してください。あ、すいません、8番さん、自分が間違ってました。そうですね、そうなると7番さんが言ってた1番さんなのかなとは思いますけど1釣って、そうですね、1釣ってどっちか自分目線、そうですね、1番さんなのかな。勝った。まあ7番さんに合わせたいと思うんですけど、9番さんもそれなりに言ってたからね。まあ1番さんなのかな。7番さんお願いします。7番のプレイヤーは発言してください。発言してください。お願いされたんですけれども、その前に3番さんが死んだ理由がちょっとわからなくてですね、5番さんが、本当に狩人であるならば198の時点で5番さんが次に殺されても3番さんの結果次第で、ここで終わるということだったんですけれども、そこについてそのもしミスなのであれば言及はすると思うんですよね。それまではもう5番は、5番さんはその後の話の前に、もう死確定だなと思ってたんですけれども、ここでちょっと分からなかったんですよね。おっと、ブレた。おっしゃ、勝ったぞ、これ。また9番さん、1番さんの意見も聞きたいんですけれども、自分の今の
守り先だと5番さんに入れようかなと思っています。以上です。だってけど連続守りできないっていうのがあるじゃん。9番のプレイヤーはけど2周ないからこれはもう、はい、おはようございます。そうですね、今7番さん言ってたことなんですけど、これ5が下流じゃないんじゃないかって、これ5番さんの意見で、これの前の回ですね、自分カリロですってカリロ使用した後に、2番を最初守りましたって言ってたんですよね、確か。うん、言ってたと思う。言ってたんですよね、確か。うん、言ってたよね。え？言って、あ、違うわ。3番を初日、3番を守ってたって言ってたのかな？うん、3番を守ってたって、確か言ってたと思う。うん。うん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 、言ってたよね。あ、うん、言ってたと思う。だから自分はもう完全に5番は死んで見てるんですよ。3番、うん、言ってたね。言ってたで見てるんで、これはだから、レンガ、そう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 。だから5は、うん、それないと思う。死んだと思う、5は。だって3番って言ってたもんね。なんで自分も1確定ですね、これ。なんで7番さんは5じゃないですね、これは。5入れちゃダメですね。強い！ 9、ね、強い！こいつ強い！のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。順番の差でかなり不利です。正直どうしましょう。7番さんのことを正して、どうにか9番さんに、私を信じてもらおうと思ったら9番さんに先に言われて、もうどう弁明すればいいか正直わからなくなってます。はい。レンガなし、最初3番なんで次は守れなかったってだけですね。どうしましょう。私目線も 100% 9番さんなんですけど、どうやったら信じてもらえるかが正直、いろいろ投票結果とかも見たんですけど、もう唯一つながりがあるとしたら9番さんが6番さんに入れる意味がよくわからなかった、4番6番投票の時にですね、これちょっと身内切り系の可能性があるのかなと思いました。まあ、いいとこ話してみましょう。4番さん6番さんどっちか入れるのであれば4番さんの番というのです。6番さん入れたら7番さん打たれますからね。それは村目線からしたらアウトです。4番さんは6番さんもう一人を打つっていうのはまあそうだろうなと思ったんで、ああ時間がかかった。投票を始めてください。よし、1番に集まるっしょこれ。5が1719は1で512票で1が97次第か。1番のプレイヤーが選ばれました。これほんまに謝ろう後で。1番のプレイヤーは発言してください。ごめんなさい、俺の弁明が下手くそすぎて負けちゃいました。本当申し訳ない。まあ私の役者は 100% 9番さんです。それか2番さん奇跡的に狩人と5番ですけど、いやもう確実に9番さんです。いやもう本当申し訳ない、順番が逆だったら勝ったと思うんですけど、いや申し訳ない、はい、すいませんでした。よし、これいつでも打てる。夜が来ました。いつでも終了したら速攻打とう。だってこれで食ってもう終わりじゃん。カリウド、カリウド自分守ることとかできないでしょ。だってだから5番食って終わりでしょ。7番守るしかないもんね。5番さんはもう5番食って終了じゃん。やるね。朝が来ました。昨夜死んだのは5番。はい、勝ち。ゲーム終了。人狼の勝ちです。はい、勝ち。まあ、逆に良かったんじゃないかな。逆にね、逆にこのあのパッパラパーな感じの、うん、あの速攻切られる狼、逆にね、逆に強かったんじゃない、それが。まあ、9がハンターのなんかなんかでなんかぐちゃぐちゃ言われてたところに、
あ、6番の6番のハンター CEO、 謎のハンター CEO で4番に本物にぶち殺されるという、あ、逆に良かったんかな。うん、 OK、 よし勝てた。